それではプログラムを始めましょう。まだ入場中の方もいらっしゃると思いますけれども、それではスタートしたいと思います。今日はプレゼンが3本あります。おはようございます、こんにちは、こんばんは。それぞれタイムゾーンが違いますのでご挨拶申し上げます。まず東京カレッジのオンラインシンポジウムに、ようこそおいでくださいました。パンデミックの時代に清潔と衛生の過去と現在を考えるというウェビナーであります。私は蔡フンインと申します。本日は清潔であるということ、衛生、それから公衆衛生が歴史的にどう変わってきたかを探ってみたいと思います。まず本日の講演者をご紹介申し上げます。まず最初は鈴木明人先生であります。京都大学日本学術特別死生学の先生であります。京都大学、東京大学の死生学の教授でいらっしゃいます。それから藤本さん、この方は京都大学の日本学術会議特別研究員をしていらっしゃいます。ポストドクターフェローであります。私自身はフン・ユン・ツァイと申しまして、私はここ東京大学の東京カレッジでポストドクターラルフェローをしております。講演を始めます前にちょっと事務的なアナウンスをさせていただきます。全参加者に対してであります。皆さん何か質問があったときにはどうぞこの Zoom のスクリーンの下の方にあります Q&A ファンクションというボタンをお使いください。その質問を集めまして、その質問にはすべての講演が終わったところでお答えをしたいと思います。だから言語を切り替えたいときには日本語あるいは英語どちらかを選びたいときには、その時には通訳ボタン、言語ボタンを選んでください。これもズームスクリーンの下の方にあります。選んでください。それではまず最初に私の方から話をいたします。一般的なイントロ的なお話をいたします。本日のテーマの紹介をいたしまして、舞台作りをいたしまして、鈴木先生と、それから藤本博士のプレゼンにお願いをしたいと思います。私のスライドを出してください。もう一度申し上げますけれども、質問、コメントがある場合には、Zoom の Q&A ファンクションを使ってください。Zoom のスクリーンの下の方にあります。いつでも随時、Q&A ボタンを押してください。我々が衛生、あるいは清潔ということの歴史を考えますときに、まず最初に考えるのは、ローマの浴場、ローマのお風呂でありましょう。ローマのお風呂というのは、これこそが衛生の始まりであるというふうに普通の教科書には書いてあります。で、これを見ていただきますと、ローマのお風呂というのは清潔さということは、これは個人の行動に関することだけであります。なぜならば、そこでインフラを見ていただきますと、例えばどういうふうなお風呂の入り方をするかというインフラのことが重視されているからであります。で、もっと大事なのは我々が知っているような清潔さではないということです。このローマの時代には。その当時はもっとローマの浴場というのは社交場であったということで、あまり病気を予防するなどということ、あるいは清潔さを保つということに集中している施設ではありませんでした。病人も健常者もみんな同じようにお風呂に入っていたのであります。そして、きれいであるということ、そして、衛生的であるということは、我々の考えとは全然違うわけであります。で、そして地域によっても違いましょう。例えば、純粋である、きれいである、聖なることであるということは、汚いということ、邪悪なことであるというふうに対峙する概念としてフレーミングがなされておりました。精神的に汚れているというようなことが清潔の対立概念でありました。多くの宗教におきましては、イスラム教でも中国でも日本でもそうですけれども、伝統がありまして、沐浴をする、手を洗う、そして宗教的な儀式に臨むということになっておりました。しかしながら、それ以外のところでは、例えば身体、純粋である、あるいは汚れているというような考え方というのは、
望まれていない身体であるというような概念があるわけであります。多くの宗教におきましては死体、それから女性は汚れているというふうに言われていました。中国、インド、それから日本の民話におきましては、女は寺社に入ってはいけない、あるいは別の場所で礼拝をしなければいけない、あるいは例えば月経中、あるいは分娩中は、妊娠中は入ってはいけないということが言われておりました。このような純粋であるか、汚れているかということは、例えば白いドレスを着ているとなんとなくクリーンな感じがするというような、そういう清潔であるという感覚の中にも埋め込まれています。で、どうしても清潔であるということはピュアであるということのと同じような形で捉えられて、味とか色とかそういったものに表現されています。衛生というのは科学的なものであります。今我々が知っているのは、そして19世紀に細菌、バイ菌というのが発見されることになりまして、バイ菌理論というのが入ってきたわけであります。それによってバクテリアとかウイルスとかそういったものが特定され、そういうことが本当の疾病の原因なのだということが分かるようになりました。19世紀に入ってからであります。この細菌理論が科学的な衛生ということを形作り、そしてまた公衆衛生のやり方ということを形作っております。例えば消毒をするとか、公衆衛生的な行動をとって隔離をするとか、我々は今回コロナ、19世紀の時からコロナの時代までよく知っているやり方であります。この細菌理論が あるということが入ったことによりまして、疫病が防がれるということにつながったわけであります。日本で細菌理論が支配的になったのは19世紀のことでありました。その時によく今でも言うのは、日本は西洋の医学を取り入れた、あるいは公衆衛生システムを、これは西洋の医学に従って作ったというふうに言われております。しかしながら、そう簡単な、そしてドイツの医学であったということが具体的に言われるわけでありまして、ドイツの医学を日本は採用したのであります。で、宗教がだからといって清潔であるということとのつながりを失ったわけではありません。衛生ということにもつながっていました。やはり公衆衛生と、それから宗教というのは、例えば新しい形で現れております。新しい病院という組織が生まれたりいたしました。藤本先生からこの講演におきまして深く考察をしていただきたいと思います。それからまた19世紀の終わりぐらいになりますと、我々は人の免疫ということを言うようになりました。エド・コーエンの研究によりますと、免疫、エミニティという言葉、これは法律的な免責、責任を逃れるということでよく使われておりました。これはすべてリーガル、法律的なことでありました。すなわち誰かが法的な責任を逃れることを免責というふうに言ったわけであります。それが医学にも取られるようになりまして、それで人間の体に関しても、人間の体というのは防御をする価値があるものだというふうに考えられるようになりました。病気になるということは天罰ではないのだから、我々の体というのは細菌、バイ菌に対して戦わなければならないのだと、しかも防衛することができるのだということが分かってきたわけであります。それと同時に、身体ということが免疫を持っているということは、もう一つの問題が弱気されます。すなわち人間の体というのは防衛する価値のあるものなので、人の免疫を害虫するということをするようになったわけであります。その免疫活動に関することを、恵まれない人たち、例えば途上国の人たちに害虫するということが行われるようになりました。鈴木先生の方から洞察に富んだ分析をこのトピックに関してはしていただきます。科学的なハイジーンというのが変わっていきました。これは身体に関する概念が変わっただけではありません。例えばライフスタイルも変わりました。皆さんご存知でしょうか？中華料理の回転テーブルというのはご存知でしょうか？中華料理に行きますと大体テーブルが回りますよね。これは英語でレイジースーザンと呼ばれるんですけれども、ぐるぐると回して自分の食べたいものを取るようなスタイルであります。今写真に出ておりますけれども、赤い円で囲っておりますけれども、研究によりますと、この回転テーブルを発明したのは
ドクトゥ・ウア・ブーという人であったと。マレーシアの医師でありまして、この人が中国における公衆衛生に大きな影響を与えた人であります。ですから中国が近代的な医学を導入したのは19世紀の終わりから20世紀でありますけれども、結構複雑なグローバルなコミュニケーションを経た結果生まれるようになったのであります。中国における伝統だけではなくて、海外との、あるいは東南アジアとの人的なネットワークを通して培われたものであります。で、これはそもそもはこの回転テーブルというのは結核対策として生まれたものでありました。で、特にヨーロッパでは結核というのは貧しい人の病気だというふうに思われていました。生活環境が悪いために、そしてまた都市環境が悪いために結核になったということでありました。で、家族構造には関係なかったわけです。ところが中国ではインテリの人たちがまず、回転テーブルということを採用するようになりました。これがモダンなやり方であるということで、基本的にその時に彼らが考えたのは基本的な社会構造に、影響するものであるというふうに思われたのであります。で、このように非常に大家族とか昔ながらの家族というのは、これが結核の源になるというふうに言われたりもいたしました。大家族の人たちはみんな食べ物をシェアするからであると。それから唾液が結局は共有されることになって、その唾液を介してバクテリアが結核菌を伝播するのだと言われたので、そこで回転テーブルが生まれたということで、これが清潔につながるのではないかということになりました。で、このように近代化とそれから衛生感覚ということが生まれました。そして、結核というのは貧しい人の病から、これは例えば家族構造ということで注目されるようになったのであります。そして、これの回転テーブルということが家族の集まりでも広まるようになったのであります。これまでのストーリーを考えてみますと、これは非常に進歩的なストーリーだなというふうに思われるようになるでしょう。リニアに発展するような一本調子の進歩の話であるというふうに思われるかもしれません。我々は最近のことは知らなかったけれども、今はそれを知っているのだと。そこでもうずっと世界はよくなった。身体と医学についての知識も増えたということであります。でも、そんなに一本調子の話ではありません。複雑な話なのです。知識がたくさんあるからといって、それはヘルシーな観光あるいは長寿になったというわけではないのであります。私の研究で注目をしておりますのは、日本の植民地政策ということで、19世紀末から20世紀初め頃のやり方であります。で、この清潔であるということの複雑さを示しておりますのは、日本の植民地でありました台湾が、で、飲料水がどういうふうであったかということに注目をしております。後藤新平という人物に光を当てております。彼のことをご存知の方もいらっしゃるでしょう。彼は台湾の民政長官をしていた人であります。1889年です。そして、それから満鉄の初代総裁に1908年になりました。それから東京市長になったのが1920年であります。日本が1895年から台湾を支配して以来、日本の軍隊が台湾にやってまいりました。4000人ぐらいの兵隊が戦闘に投入されたのであります。ところが90%の人が死んだのは戦いではなくて感染症で死んだのです。例えばコレラのようなことで戦病死であります。戦死ではなくて戦病死の人が9割いたのであります。なぜならば、兵士はどうして病気になったかと言いますと、公衆衛生ということが日本の植民地行政の非常に重要な部分になりました。そういうことがあったがために、もし、環境がばい菌だらけであったとしたならば、コレラ菌でいっぱいであったならば、なぜ台湾の人たちはたくさん死ななかったのでしょうかという問いが出てまいります。で、一つの答えとしては、それは地元の人たちは、その飲料水に関係がするというふうに言われておりました。
細菌理論のことは知らなかったけれども、やはり沸騰した水を飲むということを現地の人はやっているからだということが言われるようになりました。人によっては伝統的な医学におきましては、沸騰した水というお湯は陰陽でいうところの陽というエネルギーがあるのだということが信じられていたからです。他方、日本の軍部では最近のことは知っておりましたけれども、沸騰水、煮沸した水を兵隊に飲ませるということはスタンダードなやり方ではありませんでした。公的なガイドライン、飲料水に関するガイドラインというのは軍部に関してですけれども、きれいな水は飲みなさいということは言っていました。それは色と水源で判断をするというものでありました。透き通っていればいいということであります。で、後藤新平が民政長官になったときに、彼はチームを組成いたしまして、その上水道工事をしたわけでありますけれども、その上水道工事というのは、関東大震災があったために中断をしてしまったのですけれども、結局は、沸騰した水を飲むというところにまではそれは行きませんでした。で、その後、後藤が東京市長になりましたときに、消毒した水、水を滅菌するということを導入いたしました。そして1930年代になりましても、そういったことが導入されるようになりました。大都市では、消毒、水に、消毒によって水による疾病が降ったということにはなりましたけれども、少しは減りましたけれども、コレラとかチフトとか、そういったものは実は増えていたのであります。データによりますと。1950年代ぐらいになりまして、水による疾病が、やっと減るようになりました。それは米国が水の消毒をするようになったからであります。ですから、ずいぶん時間がかかりました。それによりまして水がきれいになって、そして水による疾病の発症例が減ったということにやっとなったわけであります。ですから、お分かりいただけますように、この歴史を見てみますと、本当にいろんな要素が入っているということが分かります。そうシンプルな話ではないということが分かります。要素がたくさんあって、それがクリーンであるということ、そして清潔感ということを構成している要素はたくさんあるということが分かります。私の発表はこれぐらいにいたしまして、どうぞ皆さん質問があるときには Q&A ボタンを使ってください。質問やコメントがあるときにはそれを入力してください。それでは藤本先生にお願いいたします。藤本先生どうぞ。ありがとうございます。私は藤本と申します。京都大学でポスドクをしております。私のプレゼンの題は、聖ルカ国際病院における公衆衛生事業の歴史1900年から1952年という題であります。皆さん方、ご存知でしょう。医学と保健衛生というのはドイツの医師によって日本では影響されたということをご存知でしょう。1870年代の初め頃に日本政府はドイツの医師たちを雇うようになりまして、西洋の近代的な医学制度を導入するようにいたしました。最初の初代のドイツの医師たちは東京大学医学校で教えるようになったのであります。そしてそれを新しいドイツ系のドクターがそれを引き継ぐようになりまして何十年も続きました。例としてエルウィン・フォン・ベルツという人が最も有名な教授でありまして、この人が日本における医学の近代化に27年間の任期中に大きな貢献をしたと言われております。日本の医学史を研究している人はドイツの医学が日本の医学界で非常に影響力を持つようになったということは見ておりますけれども、それ以外の西洋のドクターがどういう仕事をしたかということを見過ごしております。日本の近代医学史のスタンダードなヒストリーを見ますと、宣教医、メディカルミッショナリーのことを取り上げることは少ないわけであります。1945年までこの考え方が支配的でありました。ですから私の最初の論文で分析しようと思いましたのは、アメリカの聖公会の宣教医たちが近代日本でどのような仕事をしたかということを取り上げるようにいたしました。この本におきまして、アメリカの
ミッショナリーたちは日本の医学校でドイツの先生たちと違いまして教えるポジションをもらえませんでした。ですから診療所とか病院とかそういったものを開きまして、そして患者さんの治療に当たったのであります。多くの人たちは長くはいませんでしたけれども、そのような人組織というのは残っておりませんけれども、残っているものもあります。その一つがセールカ国際病院であります。セールカが作られましたのは築地でありまして、外国人の居留地があったところでありました。これが本当に成功を収めました。宣教医病院の中でも非常に栄えまして、唯一今でも業務を続けております。20世紀の初めからずっと続いているのであります。後で議論いたしますけれども、セール科病院というのは公衆衛生プログラムでよく知られております。そしてコロナ科におきまして、セール科のドクターや看護師たちはメディアにも登場いたしまして、どうやってウイルスの伝播を防ぐかということを話していました。なぜこの病院は成功したのでしょうか。それはどうしてかと言いますと、セール科国際病院の創始者たちが戦略的に日本の病院と差別化を図った病院開発をしたからであります。創始者というのはルドルフ・トイスラーと呼ばれる人であります。彼はバージニア州で医学部を卒業いたしまして、同じ大学の助教として仕事を始めました。彼は将来を嘱望されていた医学教授でありました。しかしながら彼は突然自分のポジションを辞めまして、宣教医、ミッショナリーになることにしたのであります。1900年にプロスペクタント聖公会から派遣されて日本に彼は来ました。彼は東京に居を構えて、そしてセールカ国際病院を築地で、始めたのであります。その後の数週間、彼は成功裏にこの病院を発展させました。いくつかの戦略で彼が作ったものが特筆に値すると思います。例えば1910年代、彼は金銭的なサポートを日本とアメリカの政治的な大物から得ることに成功しました。例えば大隈重信首相、それからウッドロー・ウィルソン大統領、そういった人からの資金援助を得ることに成功したのであります。彼らが協力したということで、セール科病院の権威名声は高まりました。それについて議論私は今日はいたしません。そうではなくて、私はトイスラーがロックフェラー財団とどんな関係を持っていたかということ、これは有名なアメリカの慈善団体ですけれども、そことの関係に光を当ててお話を進めたいと思います。前に述べましたように、日本の医学界というのはおおむねドイツの医師たちによって影響されていました。その中でトイスラーは、日本の医師たちはドイツのドクターのことは非常に高く評価していて、アメリカのドクターのことは軽視していた、見下していたということを知っていました。で、彼らはアメリカの医学というのも質が高いということを何とか日本人に知ってもらいたいと努力しました。で、これは彼にとってはラッキーだったんですけれども、第一次世界大戦が1914年に勃発いたしまして、日本のドクターたちはドイツでもはや勉学をすることができなくなりました。これがドイツで勉強するということが日本のドクターにとっては当時はキャリアパスとしては代表的なものだったのです。ですからトイスラはこのせっかくのチャンスを捕まえまして、日本のドクターの注目をドイツの医学からアメリカの医学へと転ずるように努力をしたのであります。トイスラはロックフェラー財団と協力をいたしまして、アメリカの医学を日本のドクターの間で促進広めるように努力をしました。例えば彼は何人かの有名な日本の医学教授をアメリカに招聘いたしました。これらの教授たちは有名な医学機関を訪れて、そして彼の経験を日本のドクターたちに帰国した後共有しました。
ほとんどの教授たちが言っているところによりますと、アメリカの医学というのは思ったより進んでいると、特にプラクティカルな医学においては進んでいるというふうに当時のドクターたちは言っております。プラクティカルメディスンという言葉を何を意味したかと言いますと、公衆衛生プログラムのことでありました。これは理論的医学とか実験医学とか、あるいは細菌学に対抗する概念でありました。こういった科目というのはドイツと日本のドクターの間では非常に人気のある科目でありました。それに加えてトイスラーとロックフェラー財団はフェローシッププログラムを始めました。これは日本のドクターを教育する、そして医学に携わる官僚たちを訓練し、そして予防医学をアメリカで勉強してもらおうということでありました。新しいフェローシップによりましてアメリカの医学が優れているということが日本の医師の間でも広まるようになりました。トイスラーは日本の医師のために仕事をしただけではありません。看護師のためにも仕事をいたしました。彼が懸念をしておりましたのは、日本における看護師の地位というのが非常に低かったと、アメリカとは違って非常に低いということ、これを心配していました。事実、国のレベルでのいわゆる試験制度、あるいは資格認定制度というのは当時は看護師に関してはありませんでした。そこでトイスラーは看護師の日本における価値を高めようといたしました。例えば、彼は高卒の生徒たちを受け入れるようになりました。ところが普通の日本の看護学校では小学校あるいは初等教育を終えた人たちを受け入れるということをやっていた。それを高卒にまでしたのであります。なぜならば聖路加国際病院の看護師というのは先進的な医学的な知識を学ばなければならなかったからです。ですから高卒の人たちを受け入れるようにしました。聖路加看護大学の長さは3年でありまして、普通の日本の看護学校というのは1年から2年ぐらいしかその学ぶ期間はありませんでした。このような看護師教育が良かったために、日本の政府はこのナーシングスクールを看護大学と昇格させました。これが1927年のことでありまして、日本における最初の看護大学であります。で、看護科の学生たちは公衆衛生を学ぶようになりました。これは新しい分野でありまして、これは日本語で公衆衛生看護婦と当時は呼ばれておりまして、今では保健師と呼ばれております。彼らの仕事というのは普通のナースたちとは違うものでありました。保健師の人たちは病院に閉じこもっているわけではありません。往々にしてその地域のお母さんたちを訪問し、そしてどういうふうにすれば育児が衛生という観念から母親と子どもの疾病を防ぐためにはどうしたらいいかというようなことを教えたのであります。で、公衆衛生看護婦の仕事というのはよく知られるようになりまして、東京都あるいは東京市あるいは内務省、それから文部省などが聖路加病院に看護師を公立の医療機関に派遣してくれということを頼むようになりました。第二次世界大戦が終わりましてから GHQ マッカーサーは日本の公衆衛生システムを日本的なものに改善しなければならないということを始めました。中心的な人物はクロフォード・ F ・サムズという人で、この人は占領日本における軍医をしていた人であります。彼は日本の医師たち、例えば草間義雄などと協力をいたしました。草間は医学をスタンフォード大学で修めた人であり、彼は後にロックフェラーフェローとしてジョンズ・ホプキンス大学でも学んだ人であります。日本に帰ってから彼は慶応義塾大学の医学部教授になりました。戦後の日本におきましては、サムズが楠間と一緒にプロジェクトを始めました。楠間はアメリカのシステムをよく知っている、医学教育のことも知っているので、楠間と一緒にあるプロジェクトを始めるようになりました。
日本の医学史の人たちはサムス、徳様は大事な人文だと、戦後の日本の医学改革では重要だということをよくとは言ってくださいますけれども、私はアメリカの医学というのは1945年の前からずっと連続していたということを述べたいのであります。普通医学史を研究する人は断絶があるというふうに言うのです。45年前はドイツ医学で、そして45年アメリカが占領するようになったからアメリカの医学になったんだというふうに断絶があるというふうに言いたよく言うからであります。この場合、草間はロックフェラーのフェローでありまして、トイスラーが始めたプログラムです。1920年代に。このような連続性というのは、看護師教育の改革においても見ることができます。金子光は、看護学を西陸看護大学で学び、そしてトロント大学でも学んでおります。次に彼女は、厚生省で仕事をするようになりました。これは1941年からです。戦争が終わった後、彼女は、アメリカの維持担当官と協力いたしまして、新しいアメリカ流のナーシングを日本の看護師やそれから看護学校で広めるようにいたしました。それから彼女は戦後初の海外留学生として選ばれております。そして看護学をアメリカで勉強し、そしてスムーズに、看護行政で、看護行政を政府のために行うための仕事もスムースにしております。西ルカ国際病院というのも重要なところでありまして、アメリカの戦後のアメリカ流のヘルスケアシステムを導入で重要なところでありました。西ルカにとりましてはアンラッキーでありましたけれども、これはアメリカ、唯一の、日本における唯一のアメリカ流の病院でありまして、GHQ と ASCAP が接収しまして、軍用の病院としたのであります。そして、軍の人たち、それ以外の人たちを排除しました。橋本博都市が新しい院長でありとなりまして、彼はこのゼロからスタートをするということをいたしました。橋本はやはり元ロックフェラーフェローでありまして、名誉クリニックとジョンズ・ホプキンス大学で医学を勉強した人であります。草間義雄と同じように、橋本もアメリカのヘルスケアシステムを熟知しておりまして、そしてまた厚労省の医務官たちは全くアメリカ流のヘルスケアのことは知らなかったのです。ですから官僚は橋本に聞きました。アメリカ流のヘルスケアシステムは何なのか教えてくれと頼んだのです。例えば日本の政府は新しい病院法を制定いたしました。これは GHQ スキャップの助言にのっとって作ったのであります。アメリカの役人によりますと、日本の病院というのは非常に規模が小さく、しかも十分な医療機器がない、不足していると。そのために病院行政も効率が悪いというふうに言っております。従いまして、新しい病院法があることによりまして、近代的な病院が促進されるようになりました。十分機材を備え、そして古い小規模な病院ということが、病院の数が減るようになりました。橋本はアメリカ流の病院のことを知っていましたし、病院経営のことも知っていました。ですから彼は時々このトピックに関して政府の官僚向けに講演をしたりしております。厚生省は西ルカ病院を近代病院として指定いたしまして、そして多くの病院経営者を視察に西ルカ病院に送っております。結論部分です。私の本日のプレゼンにおきまして、私はアメリカの医学が1945年の前にも後にも影響力を及ぼしたということを論じました。そして西ルカ病院を例として選びました。ドイツの医学は1945年に影響力があったけれども、それより前には、それより以降ではアメリカの医学だというふうに断絶しているというふうによく学者は言いますけれども、私のプレゼンにおきましては、アメリカの医学というのは日本で連続性を持っていたということを言いたいと思います。アメリカ流の医学の影響力というのはそんなに強くはなかった、戦前は。しかしながら西部化国際病院のようにそういう例もあったということであります。1945年以降、日本の政府は医学、それから看護改革をいたしました。そしてアメリカで勉強した人、専門家に大いに依存したわけであります。そして専門家が生まれまして、そしてトイスラーと西部化病院のに追うところが大であると私は思っております。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。ご質問、コメントあれば、ぜひ QA の機能を使って、それをしてください。集めまして、ご質問、コメント、全部のプレゼンが終わった後、お答えしたいと思います。それでは鈴木先生、お願いいたします。それでは始めたいと思います。グローバルな健康上の、そして臨床上のリスクの分配について申し上げたいと思います。まず導入、そして2番目に治験、そしてサハラ以南のアフリカ、サブサハラアフリカの問題、そして製薬会社と、それから、CRO ですね、自宅研究機関、そして2010年、2020年の話、そして結論の話をしたいと思います。その次のスライドです。鈴木昭人でございます。私は医学士と、をロンドンで学びまして、現在、東大におきまして、死生学をして教えております。SARS とコロナの比較はしませんが、コロナについては非常に大きなパンデミックだったということを申し上げたいと思います。次の部分ですけれども、これは重要な部分でありまして、コロナは当然のことながら、非常に大きな数の患者、死者数を出したわけですけれども、グローバルにワクチンが使用されたということです。ワクチンの数、全世界的に数えれば、130億のワクチン。130億件ですね。で、当然、これを患者数と比較いたしますと、6億人ということですから、非常に大きな数字であるということが理解していただけると思います。次のスライドお願いします。この地図を見ていただきますと、ジョンズ・ホプキンス大学の地図なんですけれども、症例数。10万人、ワクチン投与数120億ということになっております。次のスライドお願いします。これはお聞きになったことあるかもしれない映画でございます。ナイロビの蜂という映画ですけれども、本は2001年に出版されたんですけれども、著者はイギリスの著者、ジョン・ルカレでございます。非常に大きく成功した本でございます。これが映画化されまして、有名な男優女優が出ております。ラルフ・ファインズとレイチェル・ワイスです。まあ、ベストフィルムということで、ベストスクリーンプレイ、ベストパフォーマンスということで、映画界は2006年ですね、この映画が圧倒的に支配した、人気の上では支配したものです。次のスライドお願いします。この映画のテーマ、主題なんですけれども、治験におけるその乱用がサハラ以南のアフリカで行われたということで、20世紀末、治験が非常に大きく行われるようになり、そして非常に奇跡的に効果のある医薬品、インスリン、インスリン、ペニシリン、スレプトマイシン、B12、非常に有名な
効果のある医薬品が出たわけです。それから劇的な期間として、創薬のインパクトが非常に大きかった期間があるんですけれども、20世紀末、これらが非常に少なくなってきたわけであります。比較的その大きな患者に対して、ボランティアに対する治験を通じて行われたわけですけれども、RCT ですね、根拠に基づく医薬ランダム比較試験などが使われました。20世紀末の進展をもたらしたのがこれらであります。で、こういうことをするにあたって、ナシのドイツの医師が批判され、また731部隊も批判にさらされております。サブサハラ、サハラ以南のアフリカについては、非常に広い、深い、そして複雑なショックを経験しております。HIV、AIDSであります。2001年、非常に多くの患者が出て、この多くがサハラ以南のアフリカでございました。次ですが、この地図は死亡者数が非常に多かった。患者数が非常に多かった。特に、サブサハラにそれが多かったことを示しております。たくさんの治験がサブサハラで行われております。お読みになったことあるかもしれませんが、スーザン・ノーレンのStories of AIDS in Africa 2007年に出ております。アフリカにおける AIDS のストーリーという本です。ここで、医学史の人たちが非常に面白い議論を呈しているということを申し上げたいと思います。経済的なパラドックス。サブサハラアフリカの理想的な状況という議論です。患者、都市、そして貧しい医療機関、そして患者、政府から膨大な需要があるという状況がアフリカの状況でありました。医療施設もなく、医薬品も不足をしていた。多国籍の製薬会社が医薬品をの臨床試験をアフリカでしたかったということで、アフリカの政府はそれを求めたわけです。HIV、AIDS。感染症などが対象となっておりまして、また投資家にとっても都合が良い状況であったわけです。次のスライドお願いします。さて、治験、サブサハラアフリカの治験におきましては、最も重要な組織が、CRO、受託研究機関であります。で、この CRO の存在、多くのジャーナリストたち、そして医療人類学者、医学史の専門家たちが気がついておりまして、非常に優秀なジャーナリスト、ボディーマーケットという本を書いております。世界で最も貧しい患者における治験という本を出しております。2006年ですけれども、医薬品、多国籍の医薬品会社が、それが出たことによっていろいろな問題をにさらされたわけです。ファイザー、イーライ・リリー、メルクですね。そして、技術的に、また理論的な応用として、非常に急速に進展が起きた。進展が非常に早かったために、製薬会社はついていけなかったということで、1990年から1999年の間、
投資をし、外国に投資をし、特にアフリカなどに投資をしたわけです。で、これは、急速に CRO の発展につながったわけです。基本的には商業的あるいは経済的なモデルです。次のスライドお願いします。もう一人有名な歴史学者、アディアナ・ペチリアナさんですね。医療人類学者ですけれども、知見の主張という本、When Experiments Travel と、被験者をめぐってのグローバルなサーチという本を書きました。もう一つ彼女は本を書いておりまして、さらされた性ですね、チェルノビリ跡の生物学的市民という本を書いております。日本語に翻訳されています。福島の問題もあったために翻訳されております。インフォームドコンセント、知見、そして人体実験などについて書いた本でありまして、低所得の環境で、東欧そして、ラベー諸国などで、治験が行われているという趣旨の本を書いております。最も悪名高い治験の例がトロバンの治験です。トロバンという医薬品です。ファイザーが行ったもので、1996年に行っております。アフリカ諸国で行われておりまして、2002年から2009年、訴訟が起きております。トロバンの審査調査の結果の十分でないものを提出したり不正確なものを提出しておりまして、スタンダードの50から100ミリグラムではなく33ミリグラムを使っておりまして、何か赤ちゃんが亡くなったというケースであります。次にですが、90年代の終わり、21世紀の初期について申し上げたわけですけれども、これは2010年、2020年と同じ傾向が続いております。医学、そして薬理学、疫学、アフリカの社会、そして倫理上の議論が非常に複雑な様相を呈しておりまして、2020年、シミットとその他が、エシカルリサーチ、倫理的なリサーチと、いうことを行っております。ヘルシンキ宣言、過去現在将来、人体実験の過去現在将来というペーパーを書いておりまして、大竹優子氏が、これに大いに協力をしておられます。それではあと2つ申し上げたいと思います。エピソードですね、バイアルとバイオトライアルの失敗、2015年2016年に関するものです。フランスで、治験をしたわけですけれども失敗をした。で、治験その初めて、2016年1月15日に、公的に、これが認識されておりまして、多くのメディアが指摘しております。この失敗についてですね、治験の失敗について、これを認識しております。BBC、インデペンデント、ガーディアン、そういうビジネスジャーナル、あるいはフォーブスもですね、それを取り上げております。当時、製薬会社は、
世界のビジネスにおいて非常に重要な役割を果たしていたフォーブスなどが、そのこういうストーリーを2016年に報道したということなのです。これは最新のニュースで私が捉えたものです。2020年4月1日、フランスのテレビチャンネルで、そしてまた有名な医学界のエリート、ジャン・コー・ミラー、カミール・ロフト、ワクチン接種の話をしています。アフリカのコロナのワクチン接種の話をしています。ご記憶の方もあるかと思いますが、2020年のことです。何について話していたかと言いますと、そのコロナのワクチン接種の話で、アフリカで行われているものに関して、こういうそのラボテストです、動物実験をアフリカでやるべきだというようなことを言ったわけです。ミラーとロフトの意見、かなり批判にさらされました。ディディエ・ドログバ、また大臣のオリバー・フォーレなども批判をしておりまして、フットボールプレーのディディア・ドログバと大臣のオリバー・フォーレが批判しておりました。アフリカはヨーロッパのための実験場ではないと。アフリカの人たちは実験のラット、ネズミではないというふうに言っておりまして、これは2人の医療界のエリートに対する批判でありました。興味深い点としては、テレビでこの2人が対話した。HIV エイズのアフリカの治験に関するニュースで話して、に関連して話したわけですけれども、これは20年前起きたことの話で、これはまたコロナの接種にもつながっているということで、この2人のエリートたち、コロナの状況をその脈絡文脈の中で理解していたわけです。20年前のその接種に HIV エイズに関連して、まあ、それを同じような考えをコロナについても述べているというところが興味深い点です。結論ですけれども、 CRO に関しては色々なアイディアがあります。将来、CRO がどうあるべきか、そして医薬品の将来について、ある治験の将来についてですね。これらはどんどんと増えていくということだと思います。向こう10年に向かって。で、市場も非常に莫大なものになっていくというふうに思います。CR は継続して、主要なプレイヤーであり続けるというふうに思います。医薬品の開発において。次のスライド。人文科学、社会科学の学者が何ができるか。ということなんですけれども、人類学者で研究をした人たちの研究論文などを読むと、アフリカなどで研究をしているわけですが、人文科学そして社会科学の世界において、もっとその言語カルチャー、アフリカの言語と文化を学ぶべきだと考えます。そういう言語カルチャー、文化を知ることによって、私どもの活動がより容易になっていくというふうに思います。すべての人文科学者、社会科学者がアフリカの言語を全部マスターせよというのはあまりに厳しい要求でしょう。
そういうことで、いろいろな領域の学者が協力をするということであるというふうに思います。新たな医薬品の開発、そしてグレーゾーンの非倫理的な活動に対応するためには協力が必要であります。そして最後に、冷戦と資本主義について考えるべきでしょう。1990年代を考えていただくと、ちょうど冷戦が終わる時代でした。そして資本主義が台頭したという時期でありまして、これはいいことかもしれないけれども、そのインパクトを考えるべきでしょう。冷戦の終焉と、そして資本主義の影響を考えていくべきでしょう。次のスライド。サマリーのスライドですけれど、サブサハラ HIV エイズで非常に大きな構造的な変化が起きたということ、そういう、それを特徴づけたのが、知見が非常に急騰したということ、そしてそういうことから CRO が非常に大きく増えたということです。そしてさらに今日の話の中で、HIV、AIDS とコロナとはその継続性があるということを申し上げました。ありがとうございました。